ダメだよこれじゃ置いても。足つけといたから、もうダメだよ、酔っ払ってるから。もう自分で鼻切ってさ、自分で倒れてんだよ、飲みすぎて。あ、傷はどこなんだよ。見つけるよ今。あんたにさ、養護やらして困るよ、私具合悪いんだから。酔っ払ってなきゃこういうことねえから。酔っ払ってるからだから、なんでも。どうしたの、配信落とされた。落とさないけど。なんか落とされたってコメントあるの。うん、配信が落とされたってコメントある。コメントあるって。嘘、私目がつけたんだよ、落ちたから。何、吉江さんが止めたの。そう。あ、そう。違う、全部止まった。あの、あれだよ、乾燥。乾燥？乾燥、もうあれだよ、乾燥、もういいよ。あ、延長したらとか言って。嫌だよ、置いとけるのが。なるほど。乾燥か、もうだりーな、もうめんどくせえ、ほんと昼間あるから。もういい、もう警察連れてってもらっていいよ、私もう配信できるから。もう自分の材料買ってきて、あんたもう無理、まだやってることもう狂ってるから。何でもいいよ、貼るからいいよ。自分で貼れねえべ、貼れるかい。あっあんた飲みすぎだよ。ダーリーマジで。出てってもらえばいいから。うん。言わないから。私は。もうあかんかい。もういい。ちゃんと電気消して寝てね。悪いけど。金もらってないから。悪いけど。バイオハザード7の本当ベーカー家なような、本当にマジでよくわかんないけど、よくわかんないけど状況マジでバイオハザード7だね、ベーカー家なんすよ。吉江に会いに行っていいし、あーごめんなさい、それはね迷惑っす。そのいきなり知らない人に声でも迷惑だから、マジで絶対出さないから。お前出しとけ、見えない。どうだったよ。もうあんた口だけだから、なんでだ。今日もそんな掃除かけるって言って、かけねえし、庭もそうだし、もういいよ、口だけだから、これどうぞ。バイオハザード成分なんよな。もう寝てくんないね、いい加減で。悪いけど、もう結果だ。あんなにつける必要ないよ、暖房なんか。関係ねえよ、もっとじじい。ふぅ。こんなじじいねえから、はっきり言って。電気消してくんないね、向こう小さいのに。もう出てってもらっていいから、普通じゃないから、やってることが全て。
私普通じゃないからあんた。本当迷惑よ。連携すんないね。悪いけど。上の連携してね。連携してくれっつんだよ、寝るんだら。あんた金もらってねえよ。悪いけど。連携すんな、悪いけど。あんなじじいいなくていいから。何してましたどうも。すごいから、もう嫌だから一緒にいるんが、私も焼けんざりするから、すごいよ。やだよあんなん、普通の人間じゃないよ。どう見たって。すごいよ慎吾。鍋焼きなんかのね、7日も過ぎたんで冷蔵庫減ってるんだよ。だから何？あとな焼きそばも6日過ぎてる。だから何？だからってバカだから、あのジジイが。あのジジイが買ってきて、新しいもんから新しいもん食ってんだよ。ほいで この弁当入ってたんべ、お前が飯温めるの。おかしくないかい、うん、やってることが。もういいんだよ、一緒にいなくて。あんなやつ、何もしねえから。普通じゃないから、どう見ても。私ももう、疲れたよ。ここへ来てふっくり行ったんだよ、バタンと。ほら、これ開けてくんない？これ。じゃタイトル、もちを焼いて食うのままじゃないか。うん。今ちょっと待ってよ。これ開けてくんない？洗っとくから。あのね、鼻が血だらけよ。ほいでね、さっき見せたよね、みんなにね。ね、あのなんだっけ、あの焼きそばと、ほんでね、今日はねこれ温めてね、自分でこれ温めたね、今日11日これ新しいんです、これを食べようと思って温めたね、それを入れっぱなし、慎吾がさご飯温めるにこれが入ってたんだってね、これよりさ7日前の焼きそばを食えって言いたいね、なんで皿だけ、うん、これね温めてね、もううんと飲んでるから忘れてるんだよ出すので、慎吾がねご飯温めるんでこれが入ってたって、これは11日だよね、これ食べようとしたんじゃない、今日のだから。じゃあ向こうにあるさね、天ぷらうどんとさ焼きそばもったいないよね、ね、すごいね、うん、全然考えてないね。ほいでね、鼻切ったん。ここ血が出てんの。ほんで私にね、傷番貼ってくれっつん。こんな具合の悪い女に。ね、反対でしょ、やることが。慎吾、これ取っても取ってよ。だってこれ新しいんだからこっちを置いてさ、向こう食うべきでしょ。順序として。やってることが全て。もうほら、電気つけっぱれで寝てるんだよ、兄。ね、てめえで電気料払わねえから。あのもん追い出した方がいいよ、もう。本当に出てってもらった方がいいよ、本当に私苦労がしきれないから、ああいう人にいられても。明日ね、資源ゴミなんだよ、新聞紙とね段ボールを出すって言ってたんだよ、あれで出せるわけねえよ、あんだけ酔ってて出せるわけねえよ、出すなんて嘘だからね。ほんで自分が食うものはちゃんと買ってきてんだから、こうサンドイッチとか人の金で何でもそうだから、あの人はダメ、ほんとすげえよやることが。あと慎吾言うてんはさ、便所減ったんだよ、便所減ったらな、便所のな水が出るタンクなんだよ、こういうあれにビールが2本置いてあった、缶チューハイが。俺バカじゃねえ、なんでこんなとこビール、ね、やってることも頭おかしいよ、普通じゃないで、俺やっと持ってきた、もうビール隠しといた、したい、もう今日うんと飲んでるから、ここでふっくり減ったんだよ、来て。だからなんだよ、知らないよそんなの。知らないよじゃなくバカだってことだよ、人間としてバカでしょ、普通じゃないよ、だから追い出すしかねえんだよ、もういらないよあんなの、買い物とだってあれっきりしでもの、ゴミ捨てしか、あんたできるんじゃないの、買い物とゴミ捨てぐらい。
あんたがやればいいんじゃない、もう言えないと思うよ俺。別にああいう人間は人のお金で3000いくらも買ってんだから、これレシート見たら、これちょっと開けてくんない、私自分で使わないのに3000も使われちゃうと思うんじゃないよ。どうやってあげるのこれ。ただまあねじらいに、ありがとう、あら、あらとか落ちるから、自分じゃ落ちる、落とせねえからや、うん、私別にいらないから、ああいう人人に迷惑ばっかりかけて生きてる人間だもん、別に働いても金もらってねえし。タイトルひどいよこれ、餅を焼いて食べるのがまだあ、なんでもない、新しいもんから、新しいもんさ食う人いるかい、買ってきて自分で買ってきたもん忘れるかね、普通考えられないよ、私絶対も物は無駄にしないから。なんで今日買ってきた弁当食うの、焼きそばがもう3日ぐらいの焼きそばがあるのに、天ぷらうどんも入ってるよちゃんと、普通じゃないよ使い金の使い方が、普通はそんなことしないよ、もったいないよお金が、順序よく食わない、だからわかんねえの。匿名の方、イルミネーション、くだいねえから男で、何もしねえから、今日も掃除かけるって言ってたけどしねえなんて、口だけだからいつも言うの、明日段ボールと新聞の日だって言って絶対出さないから見てる、あ普通ならやるんだろ、まとめとくよ、やらないよ、嘘だよみんな、やる人間があんだけ怪我して酔っ払わないよ、ビールを便所のね水のところに2つ隠さないよ、お菓子をやってるけど、なんでこんな不幸なんかね、私は自分がこんな体が悪いのに、なんで丈夫な人間にここまでこき使われるんかね、酔っ払った人間に、そう思うよ、こんな不幸はねえで、ああいう人は人間じゃないよ、はっきり言って人間としての価値なんかどこにもないよ、ああいう人間は、何でもいいんだけどさ、私はもうあんなクズ、昔からクズだから、なんか知ってるから、これか赤しとかなくっちゃ、これからあれ入れるんだ、あとなんだっけやることは、信号悪いけどさ、ちっちゃい電気急いでくんねえかな向こう、俺がしてこうかんじゃ、つけっぱれで寝てるから、もう酔っ払ってるからダメなんだよ、ダメなんだよ、あんな寝てるにさ、あでかい電気必要ないと思うよ、小さいんで、私困るよね、一人で金みんなやるんじゃ疲れるよね、もう本当にひどいよね、寝てるんだからさ、もう消すだけの力ねえんじゃない、酔っ払ってるから消してくるわ俺、でもあれだいな、ちっちゃいのつけとかないとあちこちぶつかって壊されるからな、障子とか、おじさんまた金だから、もういいや、あんなクズほっとけばいいや、あれクズだから、男のクズだから、いいよもう、悪いね、もう疲れた、あの男と生きるのは疲れる、私は
鼻が血だらけ、ふっくるげって鬼傷ば張ってくれっつんだよ。笑っちゃうよあんた、この女に傷ば張ってくれるで。バカじゃない、血が出てると鼻切ってるんだよ、こんなことだよね。まだあのクズ置かなくちゃならない、イライラしてくる。私焼きそばあっためて食うわ、もったいないから。ここでだって食えなくなっちゃう。5日前だけど食うで、5日前の焼きそばだ。だから何ですか、食ってんべかな。これで温めれば食えんじゃない、わかんないけど。もったいないもん。すごいね、自分の飲み物を隠してまでね、便所に隠すってのはどういうんかね。水洗トイレの水が出るとこに缶チューハイが2本あった。すげえね、そういう人いるかい、人間。なあ、そんな、ちょっと信号あれだけどね、あれあるかい、油がいいか、焼きそばだからいいか、俺が食うよ、もったいねえから、俺は何でも食うよ。タイトル焼きそばやって食うにしますな、あの行くんち前のだから言ったタイトルとかいい。これほら日にち見てよ。それを何焼いてくるの。そうだよ、日にちが経ってるから。これって薬用じゃないんじゃないですか。焼かなくちゃ食えねえだよ、フリーから。これって薬用じゃない。4日だよ、4日、4日経ってる。4日だから4、5、6、7、8、9、10、11、7日経ってる。これって焼いて食うようじゃないんじゃないですか。違う、7日だから火を入れないと食えないよ、チンジャー、危ないよ。だからいいんじゃない、これ温めれば。そういう意味よ。7日前のって書いて言ってくれん。7日前の焼きそばをチンしたんじゃダメなんで、油で焼いて食べますって、そのタイトルでいいよ。本当のことだから、7日経ってるから、4日だからね。いや油大丈夫かな、あるな、大丈夫か。じゃあ焼いてくるね。あとトイレのタンクに缶チューハイが2本あったって、それも書いた方がいいんじゃない、そういう男なんだから。まあ確かに賞味期限は7日前になってますね。嘘じゃないよ、だからこれチンしちゃ食えないよ、チンじゃ火を入れないとね、火を入れないと食えないよね。大丈夫だ、大丈夫だ、笑うって、うん、あんまそういう焼きそばってフライパンで焼くやつじゃないもん。だけど火を入れないと食えないでしょ、7日前だから。食えなくない、食えないと思うけど、嫌じゃない、できてる焼きそば7日前。ほいでね、ここに来てぶっくるげったんだよ。ほんで立てねえんだよ、俺みてんに。で鼻切ってんだよ、ここ。ここ切った。いや、もう分かった。もうきつこい。悪いけどさ、油は大丈夫かな、これ。まあいいや。はーい。換気扇入れてください。何笑うん、笑いてねえんだよ。絶対間違ってると思う、いろんなことが。だって火入れなきゃ食えないよ。
悪くなってる。だってこんなんチンして食えないよ。絶対いろんなことが間違ってるもん。だって腐ってたら嫌じゃん。火入れればね、結構大丈夫なんだよ。よく火入れないとね、炒めの食ったら大変だよ、あんた。死んじゃうよ、あんた。よく火入れるから、肉もね。自分で買ってきたもの忘れてんじゃないの。ほんで、新しいもんから新しいもん食ってる。だって自分で温めた弁当まで忘れてるじゃない。信号が。まあ大丈夫だわね。普通に賞味期限2週間ぐらい切れたやつとか余裕で食ってるんで大丈夫でしょ。どこ温めるよ。死んじゃ嫌だよ。死んじゃ嫌だよ。日が経ちすぎてんの。火の方が立つから。もういいかな。焼きそばソースでごまかします。あ、焼きそばソースあるよ。あ、腐ったの焼きそばソースでごまかすの。いえ、いいんじゃね。あれ、焼きそばソースなかった。腐っちゃいましたね。大丈夫だよ。ここにあったんですけど。大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫だよ。味がついてるから大丈夫。もういいじゃね。これでいいと思うよ。もう火入れたから。いいよいいよいいよ。火が入ったからいいんじゃない。これね、チンして食ったんじゃね、ちょっと怖いよ。火を通せば結構違うから。何でも4日のだもん。4日4日に挑戦だよ、あんた。5、6、7、8、9、10、11、7日前です。1週間、ちょうど1週間前の焼きそばです。ほんで自分は今日買ってきた弁当を温めて忘れてます。便所の水の出るとこに缶チューハイが2本隠してありました。普通の行為ではありません。頭おかしいよ、あの人。もういいかな。普通のあれか、あれをかけりゃいいか。ちょっと肉一つ食ってみよう。どうだ。もう臭くねえな。臭くはねえな。臭くね。うん、食えるな。食えるよ。何がな。食えるよ、肉が。みんなの反応を見るとこれが異常なんだろうなと思う。普通に2週間前とくらいとか切れてても この人食うからね。普通に焼きそばとかこれぐらいの焼きそば、うまいだよな。別に大したことないっすよ。うまいで、最高だね。2週間とか切れても食うからこの人。言ったってまだ7日なんで。最高だよ、あんた。じゃあもう一つよ。天ぷらそばも食うか。天ぷらそば、あれがいくに伝ってない。アルミホイルのこれうまいで、最高だよ。別に 2,3 週間普通に切れてるの普通に食ったこと何回もあるんで、こういう惣菜みたいな。ぶっちゃけ全然ない。いや、糸引いてても食うから。糸引いてて味変わってヌルヌルしてても普通に食うんですよ。糸が引いちゃ食わねえだよ。いや、食ってるよ。じゃないつも
糸を引いたん食わねえの。食ってるから。さすがにこれに開けるん嫌だな。これ冷冷たいに入ってたから。あれうまいべ。最高だ。ちょうど腹減ったからちょうどいいわ。ああ、ああ、美味しそうだ。美味しそうだ。最高だよ、あんた。7日過ぎの焼きそばを食べています。皆さん、ぜひナイスよろしくお願いしますね。ね、こんだけ体張ってますからね。ありがとうございますね。7日前の焼きそばを食べております。皆さん、体張ってんじゃなくていつものことでしょ。よろしくお願いいたしますね。で、最高だよ、あんた。こんなうまいもん食えるとは思わなかったよ、今日ね。こんなおいしいもん食えるとは思わなかった。あらあら、落として嫌だわ、嫌だわ、嫌だわ。ああ、お、最高です。さあ、食べますよ。食べますよ、皆さん。実験台です。うん、うまい。最高。バイオハザード7のベーカー系なの。ベーカー系でも何でもいいや、食えりゃ。食えねえ人もいるんだよ、中には。うん、楽だよ。うん、とんがりつけた方がいいんか。どうなんだよ、いいんか。まあ、天ぷら丼なんかうまげだろ、おめえ。すげえんか。あれはいつ来んだよ、明日かい。天ぷら丼見せねえか。あクソじじい、江戸のレベルのじじいね。これを見てください。 10年ぐらい賞味期限切れた冷凍食品とか捨てようとしてもめちゃくちゃ切れるぐらいだから、ね、もったいないって。マジのベーカー系ないの。これ天ぷらうどん、天ぷらうどん、これがね3日です。12月3日期限。3日なら余裕でしょ。3日なんかもう賞味期限切れたうち入んないよ。3日に賞味期限だね。今日11日だね。こっちより古いんだね。あ、そういうこと。うん、こっちの3日切れたね。あ、10、本当は賞味期限12月3日ってあるわ。こっちより古いんだね、1日か。12月3日ってある。3、4、5、6、7、8、9、10、11、8日経ってる。8日。ほんまや。うん、8日。ね。天ぷらうどん、天ぷらうどん。明日はこれかな、うん、これかな。ね。私の。ね。これ美味しそうでしょ。ね。こういうの。うん、いや、今日やっちゃえば。まずいよって。ほんな食えねえ。あんた食う。じゃあ俺ここで食いますよ。食う、うん。食んだらやってやるよ。早くしないとだって。食うんな。本当に食う。ね、だって早くしないと今日、明日より今日でしょ。明日でも知らない。明日食うなら今日でしょ。どう考えても食う、食うっていうことを前提に考えたら食えるんか、あんた。ちょっと待ってよ、あんたの。これ取らなくて取れねえ。ああ、よじゃねえ。立ってるんだよ、じゃねえ。やりますね。じゃあ、辛抱が食うっていうから。ね。
はい、あもうなんか色が違うもん、なんか白菜だからすやね、キャベツの、ああでもまあ大丈夫か、いや、なにこれキャベツ、ちょっとキャベツだよねこれ、色が白菜だよ、キャベツの色違くないこれ、白菜、白菜はすやねよ、キャベツの白菜か、いちいち気にしなくたっていいのやん、ね、白菜の色がもう明らか違うもん、はい、天ぷらとか乗ってないな。なあ。まあ。ごちそうだね、よしえさん。ごちそうだね。鍋焼きうどんやで。鍋焼きうどんだよね。どうしようねえほど。ごちそうだよ。じじいのあのクソじじいがよ。買ってきちゃうからしまっといて、ごちそうやわ、てめえじゃうまいの食ってな、新しいもんから新しいもん、ビールはおめえ便所に隠しとけやがって、あのクソじじいやることが汚ねえよ、もうこの中入れりゃいいんや、かすわ、よしやるぞ、もうあっちこっち豚小屋だ、豚小屋、豚飼うような座敷だよ、もういいや、しょうがねえな、さあこれで、うん、この梅雨は明けるわけだよな、はんこれ、これ、なにストレートかいこれ、うんストレートだな、ストレートって何、夢熱こと、なるほど、ストレートだな、違う、そうなんだよね、そうだね、こんだけ入ってるってことはストレート、あストレートストレートないな、俺だってストレートぐらいわかんない何がおかしいんだよストレート、いやドキドキしちゃうよこんなの、あれ切るな、どこ切るんだよ、おい手が滑って切れねえな、おいこれ弱ったね、これハサミよ、ハサミよ、さあ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 、はい、あこれ入れちゃったよ、さあ入れますよ、あら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 、こぼしちゃ困るわ、足がね普通じゃないから足ねが、この食材たちも普通じゃないと思います、うん、捨てるいいて、ストレートってね、これでいいんだよ、ね、ストレートをやってね、これでいいのよ、ね、はい、慎吾さん、これ開けてください、開けてこれ突っ込んでくんない、これを、悪いね、いいかい、ダメかい、開かねえかい、これここに入れてよ、ちゃんと入れて、うん、出して、うわ、くっさ、草かねえよ、これ焼きそばの匂いじゃん、違う違う違う、何これ、なんかあの天ぷらのなんか据えた匂いがする、嘘、うん、天ぷらの据えた匂いがする、うわうわ、これ天ぷら匂いやばいよ、匂い嗅いでみ、あ何やってんだよ、匂いがやばいって、腐っちゃいねえよな、いやいやいや、もうバイオハザードないよな、もう匂い本当に変だから、うん、全然全然もう本当に、いや俺が食おうか、人間の食べ物じゃないやつを、これがうちのごちそうなんだよ、ちょっと手拭く、もうマジバイオハザードないよ、もうこれ腐ってないよ、食ってんべか、皆さん食べますよ、全然腐ってないよちょっと匂いおかしいっすよ、申し訳ないですけど、全然、はい、やりますよ、卵落とすんか卵落とすよマジでベーカー開けないよな、これ卵落とすの
落とすのって聞いてるんで。落としちゃいます。じゃあじゃあ古いやつ取ってね。卵も古いやつってだって茹でるんだからし。はい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 賞味期限の切れたのはね、得意なんですうちはね。ジジイ買ってきて酔っ払って年中こうクソジジイで、で目の金で買わねえからね。正直こんなのいくらでも今まで食ってきたからね。そうだよ、怖かねえでな。我慢でしたってそうだしな、みんな食っちゃいな。まだこれダメだな。俺のが冷めちゃうな、焼きそばよ。ひでえな、これ。俺の焼きそばが冷めちゃう。ああ、俺の焼きそば。俺の焼きそば。俺の焼きそば、冷めちまうぞ。俺の焼きそば、冷めるだっぺよ。あ、閲覧600いくらある。お あんたも好きね、人が危ないの食べるの。あなたも好きねって加藤ちゃんじゃないですか。あなたも好きね、人が怪しいの食べるの、ね、でもそれで助かってるんですけど、こちらはね、こちら助かってんのよね。皆さん、ナイス、ナイス、よろしくお願いいたしますね。ね、あなたも好きね。笑うってね。笑う。女いい台所だとは思わなかったな。ストレート。ああ、ストレートと。ジジイが鼻血が出たの、あれも面白かったな。くくげてばパーンって笑ったらや立てねえよ。バカジジイが酔っ払ってやな、あのクソジジイ。江戸ジジイや。押しておれいいと。唐辛子入れるん。そう。唐辛子入れんの。卵やるなったらもう入れとかないとね。そうだいな、鍋焼きにするんだったら。うん、これ入れとく、こっち空いてるとこに。増えちゃうんだよな、結構。汁が大丈夫か、大丈夫かよ。入れる、まあ、入れる、いけるんじゃないですか。ちょっと待って、これちょっと飛ぶとくか、危ねえかね。ぶっついたら危ねえよ。はい、入れますね、じゃあ私入れられるかさ。あー、食べるか。そんな、卵もまともに割れないとかある。よし、ここへ置いてな。まず、どうさねえよ。アスペオレイト帰れなかったんだよ、カンちゃんに。オラのがおめ冷めちゃうな、オラのが。オラの国さが、オラの国さの国さが美味しそうだね。レンゲか、これで食うの。あと鍋置きか、鍋置き鍋置き立って食うんか、お前。丼じゃなきゃ立って食わない。そこで食えるんじゃないですか。どこ、そのまま。ダメだよ、跳ねるから。鍋置きこう持ってくるよ。鍋置きいくらもあんだよ。
ここじゃ跳ねるからダメだよ。周りが跳ね返されちゃかなねえ。また聞かんかおめえ。もう洗ったんだけどね、じじいもおめえもよ、まったく。何回も何回も人に洗わせてはひでえよ。じじいもよ、ヘドじじいも。ありがとうございます。皆さん、ナイス、よろしくお願いいたします。厳しく、よせいさん、かわいいって、ありがとうございます。ありがとうございますね、皆さん。はい、匂いはいいっす、ね。ナイス、よろしくお願いいたします。ナイス、お、熱いで、ほら。なんでこっち来るの、私がやってんのに。鍋置き、こっち置くっつんだよ。鍋置き、なんでまた新しいの使うんだよ、2つあんのによ。そがきが。卵入れるの遅いっすよ、それが。うせえかな、バカ野郎。くせえよ。おい、落としたら承知ねえかんな、ここ拭いたら。承知ねえかんな、覚えとけ。何回も何回もよ。人バカにしやがって、人べこき使いやがってよ。何も語りてないね、クズがよ。両方とも。よせろだよ。えどくそだよ。人のやつよりそうあんな、この野郎。ジジイだよ。あのジジ電気さねえよ、ほら。なあ、もう酔っ払ってるから電気する勢いねえよ。あのクソジジイ。ジジイに電気炉もらってねえからよ、俺も悪いけどよ。なあ、ジジイに電気炉もらってねえんだよ、ほら。悪いけど。ベタいつも。人のお人事で3000円も買ってんだよ、これレシート。うん、このクソジジイ。まあ、普通にうまいな。江戸じじい。うるせえな、ほんとに。俺、洗ってんだよ、もう。いい加減にしてくれよ。どうだろうが、ガチャガチャすんじゃねえよ、おめえ。傷がつくから。ガチャガチャ置くんじゃねえっつってめえ、このバカタレが、おめえ。そうやろ。ガチャガチャすんじゃねえよ。もっと弱くしろよ、ほら、吹くよ、横っちょが。よく見てくんだよ、横っちょ。あれ？レンゲは？レンゲなんか飲んでいいよ、つゆ、つゆ。待ってろっつんだよ、うるせえな。ほな、一緒にできねえだんべ、こっち片付けてんだからよ。ったくは、もう来ねえほうがいいよ。あ、お前が来たからこうなるんだから、また片付け。もう一回片付けたんだよ、じじいは何回も来てよ。なんか旅館みたいだね。なんかこう 火をかけながら食べるって。ジジイがあるじゃん、なんかあの固形のなんか青いなんかこうライターとかで火つけるとずっと燃えてるやつしばらく。クソジジイが旅館のなんかやつみたい。おめえ跳ね返さないでね、周りに。どいて、ほらレンゲここにあるんじゃないの、ほら。くせえな、ヨタ切りやしね、どっち見たってヘドが出るようなジジイ切りは。なんか旅館感があっていいわ、これ火つけながら食うの。ほら、クソでやろう。バカタレが。汚い野郎でやろ。ムカつくこのクズ。これなんか置くとこない、これ。レンゲ。置くとこ？うん、ここへ置いたらまずくない、これ火つけ。まずいよ。まずいな、別に。これ食ったら大谷翔平になれるな、俺。うるせんな、まったく。洗いもんべ、年俸100億になるわ、これ。洗いもんべ出しやがってよ、この野郎。人べ、ほら。パワーがあるもん、これ食ったスタミナがつくね。何がスタミナだよ、このクソ野郎。早く死んじゃえ、この野郎。これいいんかよ、もう。いやいやいや。いいの？うん。ずうずしいな。これもドジャース入るから。これによそってくよ、いざんべ垂らすから。ずうずしいな、まったく二人とも。何にもよこさねえ野郎が贅沢してるっつうのはどういうんだい、この二人は。人の金でよ、みんなずうずうしい野郎でな。ほんとだで、どっちも何の力もねえよ。あっクズがよ、二人とも。ヘドじじいとクソじじいだよ、どっちも。
おい何やってんだよ。悪いけどな、もういい加減にしてくれよ。天ぷら入れろっつんだよ。くれるから。天ぷらなんか匂いがやばい。これはこれやばくねえよ。やばいやばいやばい。私が食うんだよ。いいなんだよ入れても。俺が食うんだから。天ぷらはこれ匂いだ。俺が食うからっつんだよ。俺は生、天ぷらはあかんて。俺は生で食ったよ今。いいんだよ生で食ったんだよ。食えるよ。なんだよお前がそんなに。ほんとバイオハザード手分ないよな。うわなやっぱちょっと味おかしいよ若干。おかしくねえよ。温めときゃ俺が食うからいいよ。俺生で食ったんだよ。お前みたいなね仕事をしねえ野郎がね、こんな贅沢にじゃねえよこの野郎。クソったれがよ。ヘドが出るようになる。もう一回火止めちゃうか。ガチャ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 よ。バカたれ。結構卵ももう固くなってきた。固まってきた。どっちもクソじじいだよ。何もできねえじじいが二人だよ、おめえ。年いったじじいが二人だよ、あんた。何もできねえクズ野郎だよ、おめえ。どっちみたいな。ヘドが出るようなじじいが二人だよ、おめえ。こんなもの抱えて生きてたらたまったまんじゃねえな、ばばば。ほらべ、こんなクズ二人抱えて生きてみやんた。おかしくなって、頭が。俺も海外行くから。関係ねえよ。お前なんかどこ行こうか。ドジャースって球団に俺入るから。関係ねえよクソ野郎。何がおめえ。よた野郎が。お前みたいなクズってみたいな野郎が。このようにおめえ。同じ人間なのにさ、ここに大谷翔平があんなにアホみたいに金稼いでスター扱いされて、同じ人間の俺がこんな大谷翔平なんて知らねえよ。こんなクズ扱いね、吉江さんにクズ扱いされて、リスナーには小じき扱いされて。納得できないもん、うん、関係ねえよ大谷翔平なんてなんだかわかんねえよ。で俺と大谷翔平の契約がないかっていうか私は知らねえよ大谷翔平。ドジャース入ってないってことだけなんですよね結局。結局ここなんです。関係ねえよ大谷翔平。俺は全然興味ねえよ。名前聞いても何の興味もねえ。興味もわかねえわ。俺野球大嫌いだから。いや俺も好きじゃないよ野球もね、相撲もね、ね、みんな綺麗。オリンピックも綺麗。俺は別に野球好きじゃないけどオリンピックも見ない。大谷翔平になるにはやっぱ野球やんなきゃいけない。私は大嫌いだから何でも大嫌い。あのヘドジジイよ、電気つけっぱで寝てやがってよクズ野郎が。ムカつくであのジジイよ。人のね、ずうずうしい男だよ。さあ七味なんで言うの。いいって言って片付けてるんだよ。いいって言ってない。言ってよ。私がしゃべちゃうじゃねえ。こんなことや、食えばいいじゃん、食えばいいじゃん。なんでなんでこれあれな、これいらないの。いるって言ったから、うん、使ったの。いるの、うん、どっち。方向感もういい加減にしてくれよ。ほんと頭くるだよこのバカガキが。ほんと腹立つ。ずうずうしい子供だよね。さっき飯2杯食ってまた食ってるの。すげえね。ね、働かねえ人間がすごいねこれ。うんこ製造機だから、うんこ製造してるだけ。ほいでお昼ね、ね、腹いっぱいになるとおねんね、ね、立派でしょ皆さん。ずっと見ててね、どっちのよたやろうも片っぽのじじいは便所の水が出るとこにね、缶チューハイ2本隠してある便所に。バカだと思わねえ。ふっかやかって便所の半額すんな。フズだよちょっと。何あれゴミ入れ取ってくんねえかな。あいいや、もうめんどくせえや。いや、これ入れるからいい。もういい。みんな人の金で買うんだから、痛くもかゆくもねえか。みんなそうだ。みんな私の金だ。何でも。金は私だよ。おめえたち金は何もあれだもんな。心配ねえもんな。人の金取りゃいいんだから、何でも。
あ、でも全然食えるわ。火通すと結構ごまかされるんだと思う。関係なく食えるバカたりが予定やろ、クソったりがバカやろ。てか今までこれよりも塩めぎに切れてたの食ってきてたからね、今まで。とりあえずこれぐらい余裕だわ。なんでもいいよ。少なくなったらこれに開けて食えばいいじゃない。私食えねえで、いつまでたってもそこにいられたんじゃ。私のなんか冷めちゃってるよ、もう。食べればいいじゃん。食べないねえ、あんたがそこにいちゃ。なんでここにいた方が食べないの。座るんだから、ここへ。じゃあそっちに椅子あるじゃん。嫌だよ、そんな椅子は。いらねえよ。じゃあどうする。汚ねえな、おめえ。俺のとこ、おめえ。あー、汚ねえな、水入るんだよ。いいんだ、関係ねえよ、お前なんか。お前こそ汚ねえよ、おめえ。冗談じゃねえで、こんなクズやろ。また来やがってよ。寝ててもいいよ、クズは。クズはいなくていいんだよ。来ちゃうよ、ごしちゃう。また人の片付けさせて。もう2回目だから。開ければいいじゃない、これに。開ければいいじゃない。なんで開けられないの、これに。今少し強さはねえと無理かな。もう頭につか、ぶつかねえでよ、イライラするから。ほら、携帯どかせよ、危ねえから。クズが。ちょっとやろう。何もできねえって。手がプルプルしてる。クズやろう。プル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 。早く落とせよ、見てねえで、バカ野郎。クズだよ。もっと綺麗に落としてくんな。これ、詰まっちゃうから、流しが。本当はあんたたちもっと綺麗に落としてっつんだよ。流しが詰まっちゃうんだよ、こういうのを置くと。詰まったって掃除できなかったんだよ、あんたたち二人は。何も食うことだけで何もしないんだから。はい、どうぞ。これでいいんじゃない。はい、どうぞ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 。ね、はい、どうぞ。ね、垂らさなかったよね。鍋焼きうどん。すぐ垂れるで、ブラブラしてると。いくらしんな。ほんとクズだよな。呼ばなきゃよかったな、こんなもん。また片付けだよ。嫌になるよ、もう何回も何回も。自分を温めて食えねえしよ。こんなことあるわ、あんた。ジジイだよ、ヘロジジイ。あんなクソヘロいねえかよ。あんなクソジジイいねえよ。あんなジジイ寝てんだよ、ね。黄身が結構固まってあったな。ヘルギーだよ。ヘルギーだよ。あのヘルギーはいねっつんだよ。あのクソったれ。酔っ払っちゃうよ。大したもんだよ。大したもんなんだよ、ね。ビールをね、便所のね、水のとこに各2つあって。隠したんだね、てめえで。持ってるのにやれる。人の手に。なんで。ゼリー専門公社に働いてる。働いても働かないって関係ねえよ、こっちは。あんなじじいから金もらっちゃいい。うちの両方クズだから、男が。まともなやつは一人もいねえ。完食。私ぐらいなんだ、こんな苦労していて。皆さん、関係ねえ。大谷翔平がね、10年で1000何億だって。関係ねえよ、こんなこと。年俸が。関係ねえよ。何やってんだよ。拭かなくていいの、これ。こぼれたけど。俺が拭くから。1年で100億ぐらいらしい。あ、もうこれ片付けるからよ。もう嫌だからよ、もう。1日で2700万ぐらい。もういいからよ。女関係ねえよ、
金なんか。1日で2700万の給料。関係ねえよ、大谷翔平なんて。なんどんな面してるか知らないけどよ。俺には関係ねえよ。関係ないんだけど。関係ねえよ。今、すごいんだよ。世間が騒いでるんだよ。関係ねえよ。なんとも思わねえよ、私。なんかね、野球以外の全て あのプロスポーツ選手の中で一番まとまった年俸をもらったのが大谷翔平なんだ。関係ねえよ、大谷翔平だろうなんだろう。1年直すと一番じゃないらしいんだけど、1回の契約でドカって入ってきた額の最高額だって。関係ねえよ、そんなことは、うん、私は関係ねえよ。名前聞いてもなんとも思わない悪いけど、名前聞いても何とも思わねえ。別に関係ねえもん。俺もだから大谷翔平になるしかないんですよ。関係ねえから俺、うん、うん、口笛だよ。口は立派だよ、あのジジイと同じで。両方がクソ野郎がバカ野郎けど、クソみてえな野郎だよ。片付けができねえんだから物を食っても。すげえな、飯食いきたようなもんだべ、このクソガキ。またクソして寝るから腹がいっぺんになって、またクソして寝るよ。いつもほらこんなやついねえから、もういるよ、もうどうでもいい。ほんとクズしかいねえなって、クズ子もう俺のり子に明日電話しよう。もうイライラしてたからすごいなと思う。明日電話する。いやー、体があったかったな。じじがあれだ、こんな鍋焼きとか食って、しかも唐辛子結構入れたからね、七味。これはあったまったな。関係ねえ関係ねえよ、お前なんかクズ野郎が。シチューね、結局今からやんないか、もうこれ食ってるし。関係ねえよ、クズは関係ねえから私は。どっちも野中さん、どっちも関係ねえ。冷めるとか言ったけど、ずっと食わないの野中さんですよね。俺片付けてんだよ、悪いけど。散らかってるの嫌だから、きちんとしてから来んだよ。私はそういう性格。嫌な、散らかってるとイライラしてくる。もう何でも。大谷翔平ってさ、そのさ、メジャーの中でも本当にトップの人なの？まだ言ってんの？ガチのトップの人なんすか？なんかそんな空気だよね。俺野球はあんま詳しくないけど、なんか報道とかいろいろ見てるとそれっぽい。何も大谷翔平で。あ、ガチのトップなんだ。やばいね。悪いね、どいてくんない。やばい、スーパー、日本人からそんな人が来るって出てるってやばくない？向こう行ってくんない？悪いけど。ここ。え、マジで1位2位を争う。向こう行ってくんない？悪いね。でさ、日本人ってさ、他の外国の人と比べるとさ、向こう行ってくれよ。体格とかが恵まれてなかったりするじゃん、そういうスポーツとかの面で。なのに日本からそんなスーパースターがね出るので、しかも日本の人口的な数もさ、もっと人口の数多いとこもあって。数の勝負でも負けてるし、そもそも その生まれつきの体格とかでも負けてるのに、そんな、まあ、ハンデというかさ、そういうあれがありながら。笑うよ、立派なことで言ってよ、口だけは立派だ。それでお前の話なんか名だたる、そんな世界のトップ選手を集めてるのに、その中でもそういうハンデというか、そういう、なんかまあリス、まあ、ハンデみたいなのがありながら、ハンデというのがよくわからないけど、それでガチのトップなんだ。やばいな。あんたの話は面白い全然聞いてても面白くない。面白おかしい、ね、最低の人間だよ、このクズ。クズ野郎が、こんなもんいなくていいんだよ、こんなクズ野郎。ムカつくんだよ、このヨセ野郎。ヘドメジャーで一番、マジで1位なの？関係ねえよ、こんなの。やばいな、メジャーで一番ってやばくない？だってメジャーって、だってさ、本当にトップ選手、各国のトップ選手が集まってるところじゃない？ムカつくだよ、マジか。気持ち悪いや、このやこぼしちゃう、ひどいよ、ほんとに。頭くるんだよな、なんで私がここまでよ。
またやんなくちゃなんねん。キモが出るよね、本当に。はぁ、腹立つよ、このバカ。よとやろ、食欲部屋ありゃがってよ。え、てかさ、大谷翔平ってキムタクよりすごいんじゃないの？くそ。ってことはキムタクなんか関係ねえよ。何が関係ある？キムタクよりすごいよな、大谷翔平って。もしかして、もしかすると。バカじゃない、キムタクはどうした？やばいな。なんかヤフートップでちょっと前に見たんだよ、何ヶ月か前に。なんかほら、まあ、ジャニーズがね、こういうことがあって、なんかもうそれでキムタクのなんか結構雇用、あのキムタクのさ、なんか CM とかが全部パンになったとかさ、白紙になったとかさ、決まってた資生堂だかなんだかのがなくなったとかっつって、ずうずしいな。でもなんかそれがね、あのキムタク使いたかったのにっていう状態だったんだけど、まあ、これじゃ結局それ大谷翔平にね、あのひどいよな、変えるみたいな話が出てて、これひどいよ。別にキムタクってあくまで日本の中ではすごいかもしれないけども、年齢的にもね、もういってるし、なんかいろんなね、ちょっとメッキが剥がれてるところもあるから、そんなキムタクはもうなんかもう過去の遺物みたいな、もう大谷の方が圧倒的にすごいし、大谷の方が世界でもね有名だしスーパースターだし、だから別に大谷翔平に変えればいいだけだろうみたいな、なんかそういうヤフートップのなんかコメント記事のコメント欄じゃん、そんなコメントがバーッと書いてあったんだけど、片付けるからよ、悪いね。わかさづけにうちは食わねえから。え、てことはさ、配信者で例えたらさ、関係ねえ、キムタクってフワッチ配信者ってこと？大谷翔平が YouTuber とか TikToker ってこと？あんなこと配信者で例えたら、あんたのね、もしかしてキムタクと俺と同じレベルってこと？だからキムタクと大谷翔平をもし比べたらね、あの比べてそれ配信者で例えたらの話、面白いですね、そんなことは言ってるの。だから人気がねえんだよ。大谷翔平が TikToker とか YouTuber としたら、だからキムタクもしかしてフワッチ配信者なのか。やらねえってことは俺と同じってこと？人気がねえから。俺キムタクってこと？やらねえんだよ、人気がねえんだよ、あんなことで。同じことで食っちゃう。こんなことで食っちゃうって何も言うことがねえ、バカで。バカはね、もうダメ。世の中バカは生きてるねえから、クズ野郎だから、クズってはクズは同じことしか言わねえよ、バカだから。お前だろ、同じことしか言わない。てめえだってバカ。クリロナはインスタの投稿1回で2000万もあってるらしい。あ、知ってます、一番広告の中のあれが高い人、な、名前忘れちゃったけど、確かインスタで最高のフォロワーの人だったっけな、知ってる。1個インスタでなんか例えば企業からこう依頼来るんですよ、なんか例えばだけど、全く知らないやつ、この2人、このカップラーメン美味しいよねみたいな感じで写真付きで、あ、写真を撮ってアップしてもらうと、その人に企業が払う1回の金額が1億らしいよ。これ本当の話、インスタで、ね、なんかそのインスタのトップの人、本当にトップの人がそのなんか企業から依頼を受けてインスタに写真をこうアップするの、そのなんだ、写真のね、その依頼を受けた会社の商品のなんか写真を上げて、それの1回写真上げるだけで1億払うんだって。やばくない、これ本当の話。ヘドジジイだよ、すごいよね、やっぱ世界って広いなと思うよ。まあ、人口の数が違うからね、日本と違って、そういうガチのトップの人たちが住んでるところは。ずうずうしい男だいな、電気つけっぱれで寝てんだからね。な、やばくない、人の感じ。だってさ、みんな例えば SNS とかさ、SNS とかでパッてなんかこう、これ美味しいねとかしてあげるじゃん、ジジイが写真とか。1円にもなんないじゃん。あとほらなんかこう広告収入みたいなやつも今最近出てきたけど、あれも結局そのなんだ、フォロワー人数だったりなんかインプレッション数をさ、なんかクリアしてない人ってさ、できないじゃん、その収益化が。すごいよね、何あげても1円にもならない人ばっかなのに、写真1個あげただけでインスタに1億っていう、やばいわ。悪いけどさ、信号あそこまで俺行く用じゃねえから、あっちの、あの、どこの間の方さ、電気一つにしてくんない、ちっちゃいの、あのジジイをつけっぱれで寝てるから。
ずうずうしいから。大谷翔平と絡みたいな、無理かな。見てないかな、大谷翔平、俺の配信とか。俺、あそこまで不要じゃないから。大谷翔平と絡みたいな。できないから、悪いけど。俺、とってもできない、あそこまで。あそこまで不要じゃない。いや、だって今、ガチの日本のトップじゃない、多分、その、インフルエンサーとしてというか。日本のインフルエンサーとしてのトップってマジで大谷翔平じゃないですか。本当のトップじゃないの。大谷翔平って言ってるの、もうそこ日本人としては多分なんでめっちゃあっちこっち運ぶわけ。もうあっちに電気ついてるからちっちゃいにしてきてよ、ジジイの部屋でつけっぱれで、ね、ちっちゃいのつけとけよ。あっちこっちぶつかるから、あのジジイ壊されるからよ。壊されるで、あのジジイは酔っ払ってんだから。どうしようもねえジジイだから。あんなクズいねえから、男でほんとクズだから。なんのあれもねえんだよ、力もねえしよ。あんなバカ男いねえやんだよ、世の中に。あんなろくでなし、あんなクズ関係ねえよ俺に。またしょんべん行ったんかい。またしょんべんじゃかなわねえで、ほらもうたくさんだよ。またお星様じゃ、もうやだよ私。おくらしいねえかんね、このうちは本当に。クズの集まりだからもう。この二人はダメ、お買ってやると。これね、グラグラになっちゃった、取っ手が、向こう側が。これ火にくっつけるから。火にそばやるから。こういうとこグラグラ。もうこれもダメだ、使えないよ。危ないよ、これ使ったら。取っ手がポロって取れたら危ないよ。怪我するから。バカはねえな。なんでも。慎吾、電気やってくれって言ったんだよ。ジジイの部屋の。あれちっちゃいにしてくれよ。一つ。悪いけど。俺行くのよじゃねえんだ、あそこまで。ずうずうしいんだから。人んちにいて。寝てんだから、酔っ払って。何にもしねえから、あのジジイ。あいつは資源ゴミでも絶対出さねえよ、あんだけ酔っ払ってるから。大谷翔平と絡めないかな。あクズやろ、いなくていいんだよ、クズなんだ。あんなジジイなんだ、いなくていいけどジジイだよ。クソっぽいよバカいねえ、あんた冗談じゃねえよ。ほんと頭くるで。ああ、なんでよ。焼きそば食わないの。食うよ。なんでこのカップが俺の前にあるんだよ。ムカつくんだよ。俺だけでムカつくんだよ。カップが目の前にあるだけでなんでそんな言うの。言うよ。水、俺が水を飲んだカップが目の前にあるだけでなんでそこまで文句を言うの。言うよ。だってカップあっちゃ食えねえもの。いや食えるでしょ別に。どかせばいいやん。食えないよ。こんなカップぐらいさ、マグカップぐらいなんなの。あんたのもんは嫌いだから、なんでも。親苦しめてる人間。死んで、あの世行っても恨んでやる、ずっと。あんたみたいに人間はいねえから、はっきり言って、親に対して。ずっと俺、恨んでやる。もう、一生恨む。あのじじいも、二人とも。地獄へ落ちりゃいいよ、この二人は。人を苦しめて。そうでしょ、だって。私、人を苦しめたことないで。人に金借りたこともねえで。ちゃんと生きてるで。もっと。あんたたちみたいに、いい加減に生きてないで。そう、野球がこんなに有名になれてこんなに稼げるものだとは。くそ、気づくのが遅かった。あんたの口だけだ。口だけの人間。両手洗うなら、へどったら見てな、じじいべいやがってよ。どっちもな。クソったれが一目骨折らして、ほんとムカつくよ。いいよ、なんでこっちを組んこんだ。また人バカにして。やっと焼きそば食べるんですね。あもうへーへー言うから黙ってくれよ。もう散々動いたんだから、もう一人で。悪いけどいなければ動く必要ないんだから。そうでしょ、二人とも。いなくていいよ。こんな家族なんか家族じゃねえよ。
こんなん家族じゃない。クズの集まり。めったよ。うん、疲れたからよ。めっちゃ不安いでよ。バリバリ食ってよ。カゴこぼさねえでよ。もう。もう嫌なんだよ。めった。もういい加減でいいもんね。いいなんだよ、食ったんだから、ほんと。嫌なんだよ。汚されるから。もう嫌なんだよ、ここ汚さねえでよ。悪いけど。ほんとに嫌なんだよ。なんでもボリボリ食っちゃう。おいで向こう行っちゃうんだから、いつも。腹がいっぺんなりゃ。おかしいよ、あんたたちは。男のもおかしいよ、このうちは。よたくずだよって相手も、まあ、人の金で食ってんだから、まあ、細かいことぐちぐち言ってて悲しくなんない。たかがせんべい食ったぐらいでさ、ぐち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 さ、ね、知らさすから嫌なんだよ。もっとスケールのでかいことやろうよね。大谷翔平はね、10年契約で1000億超えるんだよね。県民で払えよ。県民で払えよ。悲しくなんない。唯一払うんだよね。よく言ってた。大谷翔平と比べて悔しくないのか、お前。おめ悲しくなんないか、そんな小さなことでぐち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 。ね、大谷翔平はね、でかいことをやって、そんなぐちぐち言わないんですよ。払心もおおらかなんですよ。いざ払うんだよ。いざ払うんだよ。気づきだよ。練習、大事な練習中に、気づきだよ。大事な練習中にね、子供にサインくださいと言って、サインしてあげてたんだよ。ね。さ、そんな小さなことでぐち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 さ。サインなんかこぼしたからねえや。こんだけのでけえこと言うんだなら人に金の迷惑かけるんだよ。人の年金下ろしやがってよ。30万も投資に高く50万下ろして80万だよ。弁護士に着信50万130万だよ130万だよ。あんな壁なんかずっとくり直るよ。直るなんて、てめえにみんな使われてんだよ、俺の家族。クソ野郎。なんだよ、でっけえこと言うんじゃねえよ、このバカが。毎日風呂へ行ってよ。こんな汚い部屋にいる野郎が毎日風呂へ行って、何の意味があるの。どうせやろうか、ニット小さくない、ピッチビジ、いや大谷翔平っぽいっすよ。大谷翔平っぽいっすよ。このピチピチ感が、ボリボリ食ってこぼさないでくれな、下に掃除もできねえんだからよ、男ども二人。よたくずべえだから。缶チューハイを便所に隠しとくバカだから。あいつは飲み込んでますよ。水の流れるとこに2本あって。もう時代は大谷翔平なんだよ。ねえ、時代は。あんなやつは追い出すよ。いらねえから、あんなクズ。乗るしかないでしょ、このビッグウェーブに。うるせえな、大谷翔平、翔平ってよ。なんだよ。でも、もうみんながね、抱えたくねえよ。今すごい世間が騒いでるんだよ。日本人からとんでもないスーパースターが出たって。乗るしかないでしょ、このビッグウェーブに。うるせえんだよ。笑うわ。全然片付けねえんだよ、何食っても。イライラつくよ、片付けねえんだから。何やあー、ガンモさんから。お前がお前がお前が新たな席を追いのとできるソフトバンクソンバンク、ありがとうございます。
花火いただきました。ありがとうございます。カモさん、ありがとうね、ありがとうね。お前がお前がお前がアラブの石油をウィンズズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソンマス、ありがとうございます。ガンボさん、ありがとう。ね、こういうバカ引き連れて生きると大変よ。男が二人バカだから。ね。でもさ、別に大差ないよね、俺と大谷翔平って。そんなに違わないと思うんだよね、正直。ぶっちゃけ。うん、そんな大差ないはず。ああ、疲れた。いや結局そうなんですよ、大差ないんですよ。いやただ人間のね、身体的能力っていうところだけで見たら確かに人間基準で考えたら結構差があるかもしれない。でもこれをね、もっと大きな自然界って考えてみたら大差ない。例えばね、俺と大谷翔平がライオンに襲われますね。まあ普通に考えて両方ともライオンが本気出してきたら、まあ多分両方とも死ぬと思うんですよ。こんな大差ないんですよ。うん、そのでっかい自然とかね、まあ例えばなんだろう、でっかい災害とかがあって、わかんない、まあ例えば隕石が落ちてきました、適当だけど隕石が落ちてきて俺も大谷翔平も多分両方とも死ぬんですよ、うん、同じぐらいの隕石がね頭上に落ちてきたら多分その防御力としてはなんかそのもっと大きなね世界とかそういう自然界っていう規模で見たら俺と大谷翔平の防御力ってほぼ変わんないんで、うん、そう。ただ確かに人間同士の競うね力で考えたら確かに差はあるかもしれない、うん、でもそんな大きなもと自然界とかってホームレスがいいこと言ってる、そういう目線で見たら別にそんな変わんないから。つまりは人間目線のそんなね視野の狭い世界での差をね、差で考えてるからなんですよ。よく考えたら俺と大谷翔平ってそこまで変わんないからね、もっとでかい世界で考えたら、うん、そうじゃないですか。だっていきなりさ、ね、あれですよ、フリーザとかが地球にやってきてさ、俺と大谷翔平がさフリーザと戦っても結果は多分変わんないと思うんですよ。全く一緒だと思うんですよ、うん、フリーザと戦ってあれでしょ、俺と大谷翔平が戦ってたら結果一緒だから絶対。もうフリーザからしたら本当ビビたる、まあ、ビビたるってもう差がないレベルよ、うん、まるっそこなんですよね。なんだよ。なんだよ。だそう考えたらね、なんとかなんじゃないのかなっていう、うん、気がするんですよね。だめ。ああ、会食しましたね。また電気つけられたな、じじい。電気してね。あんたにね、金もらってねえから、はっきり言うから。人んちにただいやがって、利用しやがって。ビール見に来たんだよ。便所隠したやつ。俺は隠したから。邪魔みたいなの、バカじじい。ほんと頭くる。のりこに電話してんべ、こういう男いるかいって。私はこういう思いにしてんだ。ちょっとビール隠すとかもう意味が分かんないですけど。考え方が異常すぎて。便所減ったんだよ。理解に苦しむんですけど。水がこう流れるタンクの上に乗せてあったように。考え方が異常すぎるわ。もううんと飲んでんだよ。鼻絆創膏殺してたんで血が出たんだよ。ここまで来てふっくり減ってよ。倒れたんよ。ほんで人に鼻絆創膏貼らしやがってよ。あんなもんなんか絆創膏なんか貼ってやりたかんねえよ。クソ野郎は。てめえが勝手にやらがってよ。クソ野郎。タンク開けた。
もほこりが立つからエラ動かないでよ悪いけどほこりが立つんだよ。あれ取ってくんない、ヨーグルト、ヨーグルト取ってよ、うん、あの鉄分のヨーグルト期限切れてんだよ、早く食わないと賞味期限切れてるもしか食わない、そうだよ今日賞味期限11月30日に切れてる、おだんべ食うんだよ、だからもったいねえから、何でも食うんだよ、もったいねえ、これ気になってたんだよ、貴重にもだった飲み物が鉄分、あのジジイがジジイが食いやがってよ、あのクソジジイまた電気つけやがって、あの野郎が、あの電気の人がいるような人間じゃねえだお前、金がねえよと野郎がよ、ヘドジジイがよよいしょ、ああ何がおかしい、おかしいことある、ある、おかしい、なんでおかしい、これじゃあ食いづらいけどいいや、スプーン出すのまた色じゃねえかな、使うとこれで我慢すべ、スプーン洗うが色じゃねえ、うん、何でも買ったもの食わねえとな、ああナイスを言わないと、あナイス、今ナイスいくつ、692、あともうちょい、あと8で700だよ、 あと8で700だよ、ああ皆さんナイスナイスよろしくお願いします、あと8ナイス、プロだからね、よせさんは、ありがとう、免疫ついてるんだね、笑うってね、うん、マイマイマイちゃんかわいいね、いつもコメコメちゃん、ある意味ワクチンねって、コノハちゃん、いつもありがとう、ナイスって、ありがとうね、コノハちゃん、ありがとうね、皆さんよろしかったらナイスよろしくお願いいたします、600いくねんだ、見えねえだ、あと2で700、あと2、うん、あと2ナイス、あゆりにゃんちゃんナイス700いきました、ありがとう、あリトルみーちゃんいつもありがとう、はい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 、今夜もナイスしました、何何、はい、700ナイスがきたって言って、やだよ、ほんなのやだよ、ナイス、毎日ナイスしろよ、ありがとう、たぬきさん84、ありがとう、704ナイスしたよって、ありがとう、ポニーテラちゃんありがとう、マイマイマイちゃん、小田信吾って、え小田、うん、名越し親子って断られいがんかって、とにかくハゲてるよ太郎、慎吾がやるだけウケる笑うってね、うん、ありがとうありがとうね、ありがとう、500何名の閲覧の方、よろしかったらナイスナイスよろしくお願いいたします、あね、よろしくね、700ナイス来たって、ありがとうねねちゃん、にゃんこちゃんカチカチャカチャカチャ気になるって、貧乏やろ、貧乏男と貧乏ガキ、消したかじじ、消したか、消えたなこのクソじじ、ビール見に来たんだめ、隠してやってこの野郎、クソってあんなもんにビールくるかこの野郎、けどじじいがよ、レモジジイ、エドジジイクソジジイオタジジイってね、いろんな歌があるんだよ、うん、どこ行ったんって、え、トモばあちゃん寝た寝たよ、あんなクソ野郎寝て結構だ、うん、あんな歌やろうじゃねえ、
めちゃくていねえよ。よとやろうだから。どうしようねえ。これ、あれが、これでも食えるんだな。なんとか。フォークで。ね。猫のご飯あげた、あげたよ。木曜で行くの恐ろしいねって本当だよね。そう思うよ。私もそう思う。ね、もうあれだよね。今日月曜だっけ。恐ろしいね。今日と明日だけゆっくり寝られるん。やだね。もう疲れる。まあ、精神がおかしいからさ、前より、もう疲れる、精神おかしい、本当に。夏の方がね、良かったね、にゃんこちゃん、乳酸菌、ビーズ菌もびっくりやねって生協やった。生協まだやってない。やってない、そうだね、明日火曜だもんね、どうじゃねえね、全然暇がない、うちを片付けてる暇がないよ、明日ね、段ボールとかね、布の日な、資源ゴミ、じじいが何もやらねえよ、あれじゃやらない、絶対、やるって言ったけど口だけだと思う、いつものだから。やるだけ。あんたもう行っちゃおう。あ？おひどくねえかい。ひどくねえ。おかしいよね。ご飯食ったらもう行っちゃうまで。そりゃねえよね。ねえ。ちょっとおかしくないこれ。もうご飯食ったら行っちゃうよ。おかしいねって。そうだよね。ちょっとひどいよね、どっちもひどいよね、なんか利用してるよね、私をね、思わない、みんなね、自分で飲んだカップもまた置きっぱなし、なんでもそうね、ちょっとひどいと思うんだ、寝るんだねって、そうだよ、もう行っちゃったよね、散らかすだけ散らかして、ちょっとひどいと思うんだよね、ね、昼寝が足りなかったんだよって福蔵さん、俺も寝たいってね、ね、寝る早くないよ太郎ってね、もうダメだから、うちのね男二人がダメ人間、もう分かってる自分で、もうダメ人間が分かってるから、私もね、そうだよね、どうしよう、もうね、ほんと疲れる、私がね、やってやらないでね、私がやってもらう立場なんだけど、逆なんだよね、私にやらせるんだよね、二人がね、何もやらないんだよね、この二人ね、ちっとも片付けないから、何もね、そう、自分でやったことに対して責任が取れない、そういうスタイルだね、考えてみてね、そう思うよ、責任取らない、はっきり言ってね、もういいんだけどね、もう逃げたからね、逃げ足早いから、自分が飯食いや逃げるから、パテポンもそうでしょ、来たでしょね、ビール探し来たんじゃないの、ないから行ったんじゃないね、ビールがないから行ったんだと思うよね、まあいいんだけどさ、あれか、私もね、どっこいしょ、ちょっと待ってね、あれな、どうやっけな、あれドレッシング、これじゃねえや、ドレッシングどこいたっけ、忘れちゃった、どれがそうだ、ドレッシングはどこにある、こ
困ったな。あれあれ、こないだ生協で買ったドレッシングどこ行ったん？どこ？収納ないな、こりゃあったあった私も悔しいからね、私も悔しいからね、あの二人贅沢ばっかりしてる、私も悔しいからね、食べるよサラダね。自分だってね、何もろくなもん食ってなくてね、二人はねいいもんいつも食ってんだよ、外食してね、私だけだよ粗末なもん食ってんのね。だからね、私これからねもうね食べたくないけど無理に食べます、頭きせますから、あの二人にはいつも頭きせる、本当に頭くるよ、私ばっかりこき使ってさ、かわいそうだよ、何もしないんだから、食ったもんも置きっぱなしだからね。私ねサラダ食べますね、本当はもう食いたくないんだけどさ悔しいね、俺ねサラダ、俺ねサラダ見えます？ストレートだねってね、これをね玉ねぎドレッシング、これうまいんだよ、生協おいしそうだってね、これね玉ねぎのねクリーミードレッシングってね生協で買った、すごいうまい、シーザー、うん、シーザーもおいしいんだけどね、これはねシーザーじゃなくてね玉ねぎドレッシングってね、玉ねぎが入ってんだよ、すごいうまいこれ、うん、ね玉ねぎドレッシング、今度はこれ買おうと思ってね私ね、うん、そう最高なんだよね、ねもういいよね、触るわもうね、触るよね、どこ、ああ大ごとだね、しょうがねえやな、みんな逃げちゃうからね、ある程度いればね喋りゃ逃げる、もうね行ってねもう寝るんだから、いつもそうだからね、ね、いいよねあれで、ね、住めばね、あれで、ね、消えたハゲチャビンってね、そう消えたハゲチャビンね、カテッポもそう、ビール隠しといてあれじゃない、見来たんじゃない、ないんじゃない、ざまみる、どっちも、はいはらはら、ハゲチャンピオン、アイハラがくれたサラダ、うん、くれたっつってもこれ俺の金で買ってんだけどね、私の金だから、うん、うん、うまい、サラダ美味しいよ、ね、最高だよ、うん、これやっぱりね。ドレッシングが美味しいからね、美味しいね、うんね、ね、いっぱい食べて元気出してねってありがとうございます、美味しいねって、うん、美味しいよね、最高だよ、自分のことだけやってんならいいけど、全体的に私が全部やってるからね、ただ外に出られないからね、カップ焼きそば、ダメですね、生野菜食べないとってね、そうだねって苦労してますねって、ありがとうちゃんさん、ありがとう、ハム太郎さん、ヨセさん、応援しますって。ありがとう。ありがとうね、ふわっちくん。ありがとう。ふわっちくん、ありがとうございます。ありがとうね。うん、ありがとう。ありがとう。負担が大きいねって、そうなんですよ。うん、ある中なんで。二
太りすぎだろおばあさんって、うん、少し太ったね自分でも太ったと思うよ。めっちゃ食べるから私もせんべい食べたりさ、ね、ちょっと食べ過ぎだよね確かに、うん、あーこのドレッシング美味しいわ。どこでやん、メーカーはどこ、メーカーはね、うん、メーカー書いてねえかい、おかしいな、うん、あるな、なんか株式会社何千年やってあるな、ちょっと聞いたことないね、うん、千年やってある、うん、うまいよ、またたっぷりかけちゃう、笑うってね、うん、うまいよ、うん、ドレッシングが最高だよね、ね、うん、うん、本当はねもう食べたくねえんだけどね、私もね、うん、あの二人もっと贅沢してるからね、私も少し贅沢をしないとね、うん、バカバカしい生きててね、うん、飲みビール飲んでね、何もしないからすごいね、あいつ仕事じゃねえのあいつね、なあ、レタス買ってきてかけてもいいね、レタスだけでもね、うん、そういうのは安いかもね、うん、安いよね、うん、コーンとかさ、コーンとかあれが入ってる、なんだっけ、なんだっけこれ、ベーコンとね、うん、入ってるよ、うん、うん、うん、いくらすんだろうこれ、206円だって 10% 割引で240いくらだね、うん、ね、でもいろいろ入ってるからね、うまいね、玉ねぎのドレッシングベーコンではなくても普通にうまいよ、ほら、うん、ドレッシング足りてるって、ありがとう、ドレッシングよりマヨネーズだけどって、あ、ほな、マヨネーズが好き、うん、うん、カフスキー会社、ヨシさん、クリスマスどうしてますかってね、クリスマス、うん、あ、ミカチュウさん、こんばんは、KP、ありがとうございます、いつもありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう、うん、ありがとうございます、今日はクリスマスケーキ予約してきた、あ、そうな、ねねちゃんケーキ予約したの、うん、うちはケーキなんか予約しねえよ、いつも苦しみますだから、苦しますじゃない、クリスマスじゃなく苦しみますね、え、うん、ねえ、普通に行きたいけど、うん、行きられないからね、私もね、ね、この二人を抱えたら普通には生きられない、
食いすぎだ。うん。うん。ピルさん、ヨシさん、お上手だ。ウイちゃん、ヨシさん、こんばんは。ハヌケのサンタクロース、もう寝ましたか。うん、寝たよ、ハヌケ。今日ふっくり出てよ。心地だらけ。絆創膏貼ってやった。さつ。うん。ウイちゃん、ひでえもんだよ。トイレのよ水が出るあのタンクのとこにビール2本隠してた。うん、缶チューハイ2個あった。ひでえもんだよね。すごいね。うん、ビール水詰まってる。イチャイチャ配信、うん、してくださる。あ、男は作るね。若くてイケメンのって、そうだね、うん、インモデラー、オッケーじゃん。そうですね、うん、我慢したんだ。そう、うん、もう世話が焼けるねって。そう、すごいよね。便所行ったんだよ。おしたらさ、水がジャーってなるタンクが、あの上にビールの缶が2つあるんよ。見たらさ、口が開いてね、缶中杯。うん、すごいね、うん、やることがひどいよね。だから頭きた、うん、絶対今日ほんと酔ってる、うん、でここでふっくり出た、バタンで、ここ血が出て絆創膏2つこう貼った、うん、そう、真っ赤なお花のサンタクロース、それに缶中杯プレゼント回復したんだなって。そう、の、うん、ねねちゃん、苦しまないクリスマス、お苦労、ありがとうございます。ねねちゃん、ありがとう、うん、お前がお前がお前がアラブの石油をインドドゥ、ビル・ゲイツ、ソフトマン、そんなさらし、ねねちゃん、イルミネーション花火ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。ね。うん、イモーデラ、オーケーさん、ねねちゃんありがとうってね。メガホン、ありがとうございます。マスクは触れた給食当番さん、ありがとうございます。ありがとうね。花火へお前が、ってね。ありがとうございます。あと慎吾のさ、残したお茶もったいないね。残したあの子残したやつね、これ飲みますね。あの子いつも飲まないです。いつもこういうことをしますね。ね、ベラ笑うってね。イモデラ、イモデラね、ホーケーさんね、面白いね。シンゴがね、飲んだやつもったいない。伏せ字になった、笑うってね。あ、デラさん笑うってね、あれ笑うよね。イモデラホーケーさん最高だよね。面白いね、うん、よく考えるね、お名前をね、うん、大したもんだよね、うん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 、ね、食べないでよ、そうと思ったけど、うん、めっちゃ太るね、うん、うん、面白いねってねねちゃん、うん、ね、ホーケーさんプロフィールが最高なんだよって。そうですね、うん、アートルにありそうだってね。今でさ、うん、
妹の宝家さん、名言追加していくからよ、どんどんって。ありがとう追加ちゃん、笑うってね、面白いよね、最高だよね、面白いのがいいね、人間笑うこといいことだからね、リスナーさん、うせさんの好きな名前、笑うって、芋寺ほけさん、名言を追加してくれるってよ、これからね、ほんとね、よせさんもこれからたくさん名言出してくださいって、ありがとうございます、ありがとうね、ねえ、うちのね、うちの男たちがのんきでしょ、ね、みんなああやって逃げちゃうんだよ、ね、何もしないんだよ、ね、全部私にさせる、何でも。